こんにちは。ちょっと風があるんですけども、今日はこの竹を使いまして、支柱を立てていきたいと思います。長さは2メートルぐらいなので、必要な長さにまず切っていきたいと思います。こちらが購入した竹です。15本300円で譲ってもらいました。安くないですか？まず1本切れましたので、早速支柱を立てていきたいと思います。そして2本目を切っていきます。今思えばまとめて切った方が効率が良かったんではないかと思っています。ナスとトマトのところに支柱を立てましたが、竹が長すぎたので直接先端をノコギリで切っていきます。失敗しました。他のところにも支柱を立てていくんですが、最初に当てていた仮の当て木がありますので、そちらを取り外していきます。ナスの葉っぱなんですが、枯れてるんでしょうか。少し何か病気のような形になっています。ちょっと心配ですが、様子を見ていきたいと思います。これはピーマンに支柱を立てていきます。次はナスですね。こちらも支柱を立てます。これで半分支柱を立て終えました。では残りも一気に立てていきましょう。支柱を刺しただけだと強度に問題ありますよね。ということで、本来は竹をつなげて補強すればいいんですけども、ちょっと本数が足りなかったので麻紐を巻きつけて隣の竹と連携させて強度を出すことにしました。真ん中の畝の奥側はキュウリを3株植えてあるので、そちらにはネットを設置していきます。トマトやナスはさほど大きくならないと予想しているので、ネットはいらないと思うんですが、キュウリはつる系の植物なのでネットがあった方がいいのかなと思い設置してます。ちなみにネットは100均で買ってきました。なので強度的に大丈夫かという保証は一切できません。網の設置はできたんですが、支柱の強度が全然足りないので、支えとなる竹をさらに追加していきます。一番奥の畝はスナップエンドウと枝豆になりますので、こちらにもネットを設置していきます。使った竹もここは長いものを使用しています。ツルなのでどんどん伸びるんではないんでしょうか。こちらのネットの竹にも補強をしていきます。こちらのネットにも補強をしているのですが、さすがにちょっと竹が足りなくなってしまい、短めの竹を使って補強をしました。
真ん中は支柱の本数が多いので、さらに斜めに1本竹をくくりつけて強度をアップしました。はい、これで支柱の設置は終わりました。うまくできたと思いますか？初めての支柱設置でしたが、思ったよりうまくできたんではないかなと思っています。竹を使ってるので折れるということはないと思うんですが、これから台風の時期に来て耐えれるかどうかっていうのが心配です。キュウリもちゃんと成長してます。キュウリもネット張りましたけど、絡むんでしょうかね。ちょっと心配です。こちらシソです。シソがなんか一番しっかり育ってますね。なんかいい感じに、なんかもう葉っぱ、シソって葉っぱだから、このままもう取れば食べれるんじゃないかっていう気がします。逆に、取り時がよく分かりません、ね、ちょっと裏見るとちょっと色がもうついてきてるんですよね。これ色ついたら収穫なのかな。でも青そうだからもう取ってもいいのかな。このナスが、このナスがちょっと元気がないんですね。成長がなんかいまいち遅い気がします。隣にもナスがあるんですけど、こっちの方が立派に育ってきてるんですよね。水をもっとあげた方がいいのかな。ピーマンも育ってはきているんですが、トマトとかに比べると全然発育が違います。こっちにもナスがいるんですけども、ナス、こっちのナスの方がいいですね。これもいいですね、育ち方が。トマトはもう文句なしで育ってます。さあ、インゲンもこのぐらいなので、今はどこまで大きくなってくれるでしょうか。はい、これで今日の作業は終わりです。今のところ育てている苗にも特に問題はないので、支柱を立てたことによりこれからすくすくと伸びる前準備は十分できたのではないかなと思います。早く大きくなってたくさん食べたいなと思います。ではまたご視聴お願いします。